はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、とうとうね、手に入れました。男梅シロップです。俺が以前、飲んだ、男梅の酒のシロップだけとなっております。男梅の酒が俺多分全部飲んだんかな。多分全部飲んだんだな。男梅の酒。確か紙パックのやつだったよね。男梅の酒ってね。あの炭酸で割ればよかったやつね。それの、ただのシロップだけというやつが、まあ、割と、だいぶ前に買ったんですけど。ちょっと飲んでなくて。ね。ポッカと、札幌とノーベルの、あれですね。組み合わせられたこの、メーカーが。うん。で、賞味期限がね、今年いっぱいぐらいでもなくなるみたいなんで。今年の12月22日で終わりなんで、やばいんで、早めに飲んどかねえと、やばいっす。これ1リットル入りで値段が確かね、500、600円、500円ぐらいだったかな。って売ってたんですよ。ここに書いてあります。うめえ男は、男の中の男たれ。酒は機嫌よく飲め。人には腹を立てるな。恩は遠くから返せ。飲んでも約束は守れ。男梅シロップ簡単レシピ。男梅シロップ1に対して、ハードリカーなどのお酒1に対して炭酸水が3。温酒を入れずにノンアルコールカクテルとしてもお楽しみいただけます。まあ、俺は酒は入れるけど。男梅シロップ。いや、男梅の酒は、多分全部飲んだんだな。多分ね。多分全部飲んだ。焼酎であります。焼酎。宝の極上で割りましょう。男梅の酒って、確か紙パックだった気がするんだけど。男梅の酒。あ、違うわ。あれ？俺、紙パック、あ、違うな。瓶だ。俺、瓶のやつ、男梅の酒と、残ってんじゃないか？ちょ、酒の瓶が多すぎて、どこなんだか。多分飲んだんじゃねえかな。とは思うんですけどね。見た感じない。ので、多分飲んだと思われます。うん。男梅シロップ。うん。これ、ポッカ札幌っていう、なんか新しい、なんか合体企業みたいですね。ポッカと札幌が合体した、あれみたいです。メーカーみたいですね。うん。みたいですね。まあいいや。よし。まあこれのいいところはやっぱりね、自分で割り材の酒を決められるっていうところでしょうか。基本的に男梅の酒は多分あれですからね。多分、ウォッカ使われてんじゃねえかな。多分な。多分ですけどね。こぼれた。おそらくウォッカが使われてるんですけど、焼酎好きな俺は、焼酎で割ることもできると。そしてこの、
安定のクオスの炭酸水ね。で、激烈炭酸を。ちょっとあれかな。少なかったか。少なかったかじゃない。シロップが多かったかな。ちょっと混ぜ。いただきます。乾杯。おう。うん。あー、やっぱこれはあれだな。夏の暑い時に飲むのに限る。今寒いけど。でね、今ね、雷鳴ってますね。結構激しい。雷。1対1対3か。あ、よく振ってからご使用ください。で、ちなみにこれ、開栓後用冷蔵ですね。美味しい。うん。ハードリカーってのがいまいちわかんないんだけど。男梅シロップ。業務用。5倍希釈時、果汁 10% 未満って書いてありますね。うん。10% 未満か。まあ、これはまあ酸っぱい。うん。うん、男梅の酒に比べるとちょっと、なんだろうな。酸っぱくない。んだけど、癖がないね。ちょっとなんか、癖があったんですよ。なんか。男梅の酒って。なんですけど。うん。なんかね、あんまり癖がない。多分。多分癖がないです。おそらく。うん。うん。美味しいんだけど、まあ、冬に飲むもんじゃないな、これな。これはな。うん。まあ、これ基本的に業務用みたいで、なんかあれなんですよ。業務用みたいで、以前も言ったかもしれないんですけど、これをね、取り入れてるお酒、まあ、居酒屋とかがあるらしいんですけど、この、制約条件っていうのがあって、ちゃんとした割合で割らないと、ダメと。ちゃんとした割合で、割ってくださいよっていう、決まりがあるみたいで。まあ、そりゃそうですよね。うん。ね、薄くしたら薄くしたで、薄くなっちゃうんでね。
男梅のね、これに傷、ブランドに傷がつくわけですからね。簡単な話ね。うまくなかったら、どうなってんだっていう感じに、まあなってしまうこともね、ある可能性がありますからね。ああ、いいね。これね、男梅シロップのね、の、あれですよ。金宮焼酎で割ったらうまいんじゃないかな。金宮ね。あ、値段ね。高、これ。これやっぱり、1000ミリリットルで900円ぐらいするみたいですね。な、バカな。あれ？こんな高かったかな？これ900円もしたっけな？ちょっとこれ、あれ、ググってみるか。いくらだ？楽天市場。あ、やっぱ高い。800円以上するね。あ、こんな高かったっけな、俺。あ、800円以上するわ、多分。楽天でも見ても800円以上してるから。なるほどね。そっかそっか。まあ言うても、男梅の酒は、あれ720ml でしたしね。確かにそういうことも考えると、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないのか。男梅の酒。ちなみに男梅の酒が、これが、これが果汁がどんぐらい入ってんだこれ。果汁。果汁が書いてない。男梅サイト。まあいいか。でもいいな。これちょっと、塩をつまみにね、なんていうの？あれにしたいね。ここにさ、スノースタイルにしたいね。スノースタイル。塩をここの周りにこうつけてさ。で、梅干しもプラスで、梅干しをつまみに、みたいな。
いな。いいね。でも書いてないな。果汁何パーセントなのか。うん、書いてない。まあいいか。ああ、お湯割りか。お湯割りにしても美味しいというお話ですけど。ああ、確かに、ああ、まあ、って感じだけどな。いや、これはやっぱりね、お湯割りにしたらうまいかもしれない。暑い時はやっぱり梅干し、あのカリカリ梅かなんかを、まあ、普通の梅干しでもいいんだけど、それをつまみに食って、で寒い時はお湯割りみたいな。まあ、ただこのシロップの場合、お湯割りのやり方がちょっとめんどくさいよね。焼酎入れて、シロップ入れて、お湯入れてだからね。うん。そういう意味だとやっぱり、男梅の酒の方が、あれかな。いいと言えばいいのか。ああ、逆に、アルコール入ってる、この男梅の酒の方が、このシロップより、美味しいっていう評価もあるみたいですね。アマゾンで評価見てますけど。うん。まあ、アマゾンでも買えるんだけど、送料がかかるんだよな。たっけ。まあ、確かに、ちょっとこれはあれだな。確かに、ちょっと業務用、感あるな。しかも、やっぱ若干、ちょっとあれなのかな、焼酎入れすぎなのかな。焼酎入れすぎの可能性があるな。結構配分が難しいんだよ、これ。なかなか。配分がさ、炭酸水とこれシロップと焼酎入れなきゃいけないから、配分的に、これ1対1対3って書いてあるでしょ。確かにその通りなんだよね。1対1対2だとこれ、ソーダが薄くなって、あれなんだよ。炭酸があんまり感じられないんだよね。で、1対1対3だと、この銅の分量で入れたらいいのかな、これなっていう。なかなか難しいよね。うん。なかなか難しい。
これは素直に、こういうのを使って、ね、これを使って40を測って、うん、測ってやるか。これなんて言うんだっけ、これメジャーか、メジャーで測って素直にそれでやった方がいいか。3、1対1対3だから30。そうだね、これ1入れて、これ2杯入れれば、炭酸水こっちだ、この大きい方で2杯入れればちょうどあれか。うん。うん。とりあえずこれでやってみよう。測りながら。測ってやるのもいいんじゃない？まあ俺の場合大体目分量だからな。適当にめんどくさいから。でもハードリカーってのは何なんでしょうね。ちょっと気になった。ハードリカーって。ハードリカーってのは何だ？とは、あ、蒸留酒。蒸留酒のことらしい。ウイスキー。蒸留酒、ウイスキーなの。でも、焼酎も一応蒸留してるからな。一応っていうか、蒸留してるか。ああ。案外、度数低いやつでも蒸留酒って言うの。ハードリカーって言うのか。うん。なるほど。まあ基本的に日本酒は多分蒸留酒じゃないと思いますけど、まあそれ以外の適当な焼酎とか、だって芋焼酎だって単一あれだもんね、蒸留してるから、てか蒸留してるから蒸留酒だよ。五大蒸留酒。ジン、ブランデー、ウイスキー、ウォッカ、ラム。ああ。まあ、多分。あ、ハードリカーはアルコール度数25度以上のお酒を避けます、刺しますだって。あ、なるほどね。よし、測りまーす。あ、こぼれた。これ結構ね、注ぐの難しいんだよ、これ。結構。案外。で、これも1でしょ。でさ、こっち側使ってさ、その後こっち使うとき、こう逆さにして、このこれが気になるんだよな。垂れてくるのが気になるんだよ。どうでもいいんだけど。
あんまりどうでもよくはない。個人的にベタベタするのは嫌いなんで。まあ、若干砂糖とか入ってますからね。やっぱ炭酸強えな。これな、すげえよ、これ。めっちゃ炭酸の強さがさ、すごいな、さすがクオス。さすがとしか言えん。すごいよ、これ、ほんとに。おすすめ。マジおぬぬめだから。で、ちょっとかき混ぜて、いただきまーす。黄金比で。黄金比でいただく。あ、割とちょうどいい。ちょっと難しいな、これな。評価が難しい。男梅の酒、俺5つ星つけたんですけど。これはなかなか、これ評価に困るな。あ、いいんだよ。ほか、なんかあれだな。評価に困るな。手軽さでは明らかに、あの、男梅の酒がすごいいいんだよね。作り方簡単だし。ねえ。まあ、でも、これウイスキーとかでも割れるわけだからね。でも、ウイスキーは合わないと思うな、これな。ああ。作るのがめんどくさい。っていうのはあるな。まあ。でもね、なんかちょっとしょっぱくない気がする。大体。男梅の酒の方が、塩味が、ちょっと効いてる気がするな。これ、こっちはどっちかっていうと甘い系だね、多分ね。まあ、それがちょっと残念ではあるけども、やっぱちょっと甘いんだよな。ちょっと味がやっぱ違うんだよね。いや、焼酎で割ってるからとかではなく、そもそも焼酎で割ってるんだけど、焼酎の味が全くしないんです。かなり梅の味が濃いので、ほとんどその味がしないんですけど、ただ、しょっぱいというより甘めの、味。
なんですよね。まあ、これはあれだな。ちょっとあれだな。まあ、美味しい。けども、男梅の酒の方が美味しいな。個人的にな。コク。甘み。ちょっと甘いんですよ。香り。まあ。まあ、おすすめ四つ星にしとこうか。これやっぱ、あれでしょう。つまみの梅干しがいるな。うん。つまみの梅干しがいるわ。3444です。ご視聴ありがとうございました。